はい、VCP のミクタンです。 VCP のハチョです。 VCP のダーマスです。はい、お願いします、はい、今日は私の持ち込み、はい、ということでコヒーラケンパキというものについてやっていきたいと思います。コヒーラっていうのはあのなんだろう、圧迫じゃねえや。つながってて、でここにこのアルミホイルの玉、いろんな大きさあるんだけど、これをね入れてみ。え、これ電気で流れるみたいな話じゃなくて、まあ、金属だもんね。なんか小学校の時アルミなんか電気あれ使えつかないね。だからアルミホイルは金属なんか、だから入れたらなんかほらここがつながってえいつきましたね。ついてませんけど。そう、でもこのままだとちょっと流れが悪いんだけど、こうやってね、ギュって、うん、でもえなんで、うん、ついくっついてるし、なんか電気通りそうじゃないですか。なんか、ね、押さなくても使う。そうなんだけど、アルミニウムは4価傾向が高い、はい、ってことは酸化されやすい、で目には見えないけど酸化皮膜がくっついてて、こう触れただけではなかなか電気が流れづらいけど、押すと邪魔もできない。そうそうそう、なんか力を加えて押すだけじゃなくて、もう一個光らせる方法があって、それがチャッカマン。そう、チャッカマンなんだけど、火出すやつじゃん。いやとりあえずね見ててね。おえ、なになに、ちょっと分かんない。なんかそう、ああ OK、 なんか触っちゃった。もう一回ね。おお、え、なんですげえ。そう、触れてもないのにカチャってやっただけで回路が繋がるようになる。おもろいね。で、動かすとまた消えてしまう。マジックみたいな。そう、え、僕もそう、これチャッカマンに発電素子。まあ、それでもともと、あ、ガスを出して、ガスがあるからね、これはガスないからつかないんだけど、うん、そうして、カチャってやってスパークさせることで、こう、まあ、うまく回路が、繋がってくれる。スパークさせるとつく。そう。雷みたいな感じでしょ、スパーク。これは誰がやってみたくないですか？あ、できるよ、できるよ。やってみる。え、いい？うい、すごい。楽しさが一瞬さ、種があると思ったもんね。ああ、なるほどね。そう、全然誰がやってもつくんだけど、これはこのチャッカマンの中に圧電素子ってのが入ってて、それでスパークさせて、スパーク、そう、そうすると電波が出るのね。でさっき酸化皮膜、そう、流れにくいって言ってたじゃん、うん、それがこのね、電波、酸化皮膜を溶かしてパッてつなげることができるっていうのが種で、そう、じゃあ今この一瞬のこの勝ちの間に、そうそうそう、酸化皮膜ピョンって溶かしてなんかつながってんねん。すごいね。でまた、でもそれはすごい脆いから、また溶くだけでみたいな、そう、回路が切れちゃうよ。深い。そうっていうのが原理でした。じゃあ今ねちょっと口頭で説明しちゃったんだけど、それをイラストで、おお、バセン。おかしくない。同じようなものがあれ、接してるんですか？接してる。グレーゾーンじゃないですか？こういうのアートっていうんだから。これがちょうどここのね、ここを切り出した。これがアルミ、一個一個がアルミニウムの玉で、さっき一個一個酸化膜に覆われてるって言ったんだけど、このなんか黒いイガイガが酸化皮膜なのね。これがある限り流れにくいっていうか流れないから、ここにさっきチャッカマンでスパークみたいな、そう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 、
スパン。スパン。かっこいい。スパンか。ああ、ちっちゃいかもしれない。字切れない。めちゃくちゃ切れじゃ書けへんな。うやっぱりマジ最高や。さすがパイセン。こいちゃうかもね。ちゃうかも。電波が行くでしょ、はい、そうすると、まあ、部分的にデロンって溶けるのね。酸化皮膜が。そうそうそう、酸化皮膜が電波で溶けていく。ほら、熱エネルギーになるのよ。あ、そう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 。で、まあ、こうやってちょっとね、接してる部分の酸化皮膜が溶けていくと、そう、はい、おなるほど、溶けていくわけよ。はそうでね、あっちからつける酸化皮膜接させるね。で、今消したところの酸化皮膜が今溶けて、こう、電気がね、つながったところを通っていくみたいな。アルミがほら金属だからとか。そう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 。ああ。だからこうやってこうパッて電波を送ってあげて熱エネルギーになって溶けて一時的に回路がつながるよって。おー。でもとっても脆いからまた動かしたりしちゃうと。あ、ずれて。そうずれて。あ、じゃあ結構あれなんだ。なんかちっちゃいっていうかほら接してる面が、うん、くっついてる面がちょっとしかないってこと。すぐずれるってこと。そうだからすごい不安定。あ、なるほどね。今回やってみよう、ね、あ、でこれ今は溶けてたんだ。溶けててニオンってなったんだけど、あ、ほらすぐ消えるから。そうそうそう、やっぱすげえあれあんない、うん、ちょっとしか繋がってないんだ。そう、面白いなってことで、これすごいシンプルな装置なんだけども、うん、実は見つかったのが19世紀の後半で、こうカチってね電波を発することによってスイッチがオンになったりオフになったりするこの原理が今のねリモコンとか電気通信とかにつながって、で今こんなね便利な世の中になる、そんな大発明だったの。てか、あの、ごめんなさい、ちょっと気になってたんですけど、ずっとこれなんすか、これ。あ、そうそうそう。そうそうそう。これね、あれ元々の回路はこのね単色の LED がつながってるだけなんだけども、うん、そこに並列でこれはフルカラーのね LED で、フルカラー、そう、いろんな色、赤になったり青になったり緑になったり、うん、でいろんなテレビの表面についてるみたいな、あ、そう、なんかいろんな色に変わる LED をその、うん、さっきやった回路に並列でつないだもので、うん、っていうのをやってみたんだけど、ちょっと面白いことになるからちょっと見てて。ついた。赤になると。赤だけ出る。赤だとつかないのか。でも回路は繋がってるけど、そう、あ、色によってなんかこっちがつかついたりつかない。今赤で、うん、だけどこっち側の消えてて、あ、今緑で、緑になるとそっち側の LED がついてて、また赤になると、消えた、お、消えた、そう、LED は暗くなる。で、今また緑になったんだけど、おついてきた、そう、緑になるとこっちの電気がつく、色によってなんか明るくなる、そう、明るさがなんか明るさが変わる、うん、こっちにね、うん、この装置の回路図がこれなんだけど、これが今いろんな色に光ってる LED で、こっちが単色の LED なんだけども、うん、まあこの LED 色によって低角電圧っていうのが、あ、そうそうそう、あれあれ、ずっとあそこに見たって俺何みたいなで、まあ簡単に言ったら電気の流れやすさが色によって変わるんだけども、それがこっちの LED 赤の時はこっち側にね全然電気が流れないから暗いっていうか明るさがすごい、うん、小さい、そう、小さくなっちゃって、うん、でも青緑の時はこっちいっぱい電気が流れるから、うん、今かな、今じゃないか、流れるから、そう、すごい明るい、今、そう、そうそう、緑だから、あ、こっちに流れていっぱい光る。なるほど、なんか信号機みたいですね。赤の時になんかめっちゃ濃いみたいな感じで、あの時は来んだみたいな。そうそうそう。ああ、確かにね。なんかね、赤の時問われない。逆。そうそうそう。信号機の。逆に赤の時行けってなれない。
あ、なるほど、ね、そんな感じで、あのこのね、いろんな色になる LED をつなげると、こっち側の単色の LED の方が、そうか、明るくなったり暗くなったりするっていうことが、ね、色が関係してるんですね。そう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 、っていうことが分かりました。面白いな。はい。可愛くて面白いな。と、ね、いうことで、はい、今日はコヒーラケンパキやっていきました。はい。はい。はい、初めて知った。面白かった。はい。またお願いしますよ。知らないことばっかだね。はい。じゃあ次回もまた面白いネタを誰かが持ってくるということで。で今日はそんな感じで。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。